平成23年度食生活文化賞受賞式が上野精養軒で挙行されました。今年度の受賞者は金賞3名、銀賞27名、教育功労賞1名。この日受賞したのは日本料理部門横井清さん、洋菓子部門茅沼実さん、製パン部門大浦優さんなどで、日本食生活文化財団三田義博理事長から表彰状が授与されました。同財団の名誉会長、前衆議院議員奥野信介氏は、名誉ある受賞おめでとうございますと祝辞を述べた後、今や日本食が世界中に広まり、海外でも人気を集めています。ヘルシーで美味しい日本食を継承していく人があるからこそ、日本文化が守られています。これからも頑張ってくださいと挨拶しました。三田義博理事長は、食生活文化賞は昭和55年から続いている顕彰事業で、延べ1303名の方が受賞されています。食文化の向上は無論、日本全体にいい影響を与えていきたいと抱負を述べました。受賞式の後は受賞者を囲んで懇親会が行われました。受賞者に喜びの声をお聞きしました。栃木県の足利市にありまして、私はお店をやりながら専門学校でパンの実習の講師ということで、やっておりましたので、そちらと合わせてご評価いただいたかなと思ってます。明治記念館で、勤務させて、はい、銀賞です、はい、で西洋料理をやってます。強いて言えばですね、お肉料理が一番得意かなと思います。三田義博理事長にお聞きしました。私どものような民間の財団というよりも、本当はやっぱりお国の方が直接やっていただくことがいいんですけど、なかなかそういうことがその当時なかったんで、私どもの先達が、まあ、調理に携わる方の地位を何とか上げたい、そんな思いが強くて始まったことでございますけど、おかげさまでこの会までできましたんで、ありがたいと思ってます、はい、どなたが見ても、料理も立派だし、それから人格も立派だし、で非常にね、業界のために頑張ってるというふうな、ことでないと一般の人は認めてくれないですよ。だから一般の人に認めてくれるような方を、選択しなきゃならないということが難しいところですね。過去にも何人も叙勲でもらってる人いるんですよ。この財団から表彰した人がね。そういう意味合いで考えると、食の生活文化というのは大変大事なもんなんだぞということを国民はもっともっと知ってもらえると、我々も納得できるな、満足できるな、こういうふうに思いますね。